こちらでは、クレヨンしんちゃんの中でも、シロがメインの泣ける感動回を3つご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのが、第167話の、シロの愛情物語だぞです。6日間もシロに餌をあげるのを忘れていたしんちゃん。しかし、当のシロは元気に走り回っているのでした。不思議に思ったミサエは、シロが外に出て行った際に、しんちゃんに後をつけさせます。そして、シロは、豪勢な家に入っていきました。シロの後を追って、しんちゃんも中に入ってみると、そこには、お姉さんに餌をもらうシロの姿がありました。シロに羨ましくなったしんちゃんは、自分も、犬の格好をして、お姉さんに餌をおねだりするのでした。家の中に案内されると、お姉さんから、飼っていた犬とシロちゃんがそっくりで、可愛くなってついつい餌をあげてしまったと聞かされます。そしてしんちゃんが、その犬はどうしているのと尋ねると、病気で亡くなってしまったとのこと。すると突然お姉さんが咳込み出し、うずくまってしまいます。実は、お姉さんも重い病気を患っているのでした。そして、手術を受けるためにアメリカに行かなければならず、明日出発するため、シロちゃんと会えるのも今日で最後ねというお姉さん。元気のなさそうなお姉さんを、しんちゃんは励ましてあげ、そして、明日お姉さんを見送ってあげると約束するのでした。翌朝、お姉さんがタクシーで空港に向かおうとしますが、そこには、しんちゃんとシロの姿はありませんでした。そして、車に乗っていると、どこからか、犬の鳴き声が聞こえてくるのでした。そして振り返ってみると、そこには、懸命にタクシーを追いかけるシロの姿があったのです。タクシーを降りたお姉さんは、シロの元に走り、ぎゅっと抱きしめます。そして、追いついたしんちゃんが、病気が治るようにと、シロのお守りをお姉さんにプレゼントします。お守りをもらったお姉さんは、病気を治して絶対に帰ってくるねと、しんちゃんとシロに約束するのでした。あまりメジャーではないですが、クレヨンしんちゃんでもトップクラスに感動する回ですので、ぜひご覧になってほしいです。続いてご紹介するのが、第53話のシロが行方不明だぞです。もっと、シロのことを大切に扱えと、しんちゃんに怒るミサエ。しかし、しんちゃんは、全く悪びれる様子はありませんでした。そしてお昼になり、シロの餌をあげようとするしんちゃんですが、そこには、シロの姿はありませんでした。ミサエは、そのうち帰ってくるわよと言いますが、シロが帰ってこないことに心配なしんちゃん。そして、自分が大切にしてこなかったことを反省し、シロのために犬小屋を掃除してあげます。しかし、それでもシロが帰ってこないため、しんちゃんはヒロシと一緒に街中を探し回ります。ですが結局見つからず、しんちゃんは、ほら、シロが帰ってきたら、今までよりずっと大事にする、絶対嫌がることしないというのでした。そして翌朝、外から犬の鳴き声が聞こえ、目が覚めるしんちゃん。そして、窓の方を見てみると。なんと、いなくなったシロが帰ってきたのでした。急いで窓の方に走るしんちゃん。そして、シロをぎゅっと抱きしめてあげるのでした。シロを飼い始めて間もないため、いなくなったことでとても心配する、初々しいしんちゃんの姿に、必見の感動回となっています。最後にご紹介するのが、第858話のシロの引っ越し物語だぞです。この回は、映画、オラの引っ越し物語での、風間くんとの別れのシーンの裏にあった、もう一つの物語を描いたものです。河原を散歩していると、シロと同じ名前のシロちゃんという犬と、飼い主のおじいさんに出会うしんちゃんたち。シロとシロちゃんは一緒に遊び、すっかり仲良しになります。そして夕方になり、おじいさんの家でお別れすることになりました。その夜、シロちゃんの餌を切らしてしまったので、餌を買いに行くおじいさんですが、途中で胸が苦しみ出してしまいます。
そしてそのままおじいさんは病院に運ばれ、シロちゃんは家で一人取り残されてしまうのでした。数日後、最近おじいさんとシロちゃんを見かけないねというしんちゃん。そして気になったシロはおじいちゃんの家に様子を見に行きます。するとそこにはぐったりとしているシロちゃんの姿があったのです。シロは急いで家に戻り、自分の餌を持ってくると郵便受けから餌を入れてあげるのでした。これによりなんとかご飯を食べることができたシロちゃん。そしておじいさんがいない間、何日もシロは餌を届けてあげるのでした。そうしているうちに、いつしか二人はお互いに心を寄せ合う仲になっていました。そしておじいさんが退院し、ごめんよと言いながらシロちゃんを抱きしめるのでした。一方、野原家では引っ越しの準備が完了し、いよいよメキシコへと出発します。そして、映画でも出てきた電車に乗っているしんちゃんを風間くんが追いかける場面になります。この時、シロはしんちゃんたちとは反対の窓の外に何かを感じ取ります。そして外の方を見てみると、そこには必死に電車を追いかけているシロちゃんの姿がありました。懸命に走るシロちゃんの姿を見て、別れを告げるかのように、チンチンカイカイをするシロ。そして、シロちゃんもそれに応えるのでした。オラの引っ越し物語を見た方は、ぜひ、この回も見てほしいと思います。ちなみに、その他のシロの感動回としては、第140話、シロとぬいぐるみだぞ。第347話、誰も知らないシロの秘密だぞ。第451話、白と喧嘩だぞ。第897話、白と雛鳥だぞなどが挙げられます。ということで、白の泣ける感動会についてでした。ご視聴ありがとうございました。